突然ですが、昭和カラーが好きです。私はこの年はまだ生まれていませんが、70年代エキスポ、国から This is a tent。 こんにちは、共通した色があります。こんにちは、アルトで元気。エキスポ70、黄緑や黄色、赤色、いろんな色を昭和は元気を伝えていました。そしてオレンジ色、なんだこの形は、なんか懐かしい気分味わえます。テントに使われたシートはオレンジが多い気がします。これはアルトではきっとありませんね。なんかいい色、懐かしい気持ちになりますね。昭和カラー、なんかこれを見てると黒柳徹子さんの頭、いや塩沢トキさんの頭のようですね。ということで、こんなんできましたって。 This is a pants Expo 70 カラーをイメージしたオレンジでリアのドア内張りを貼ったんですけども、その余りがありました。そしてブラックのパンチングの合皮もお家にあったので、この2色を使って何かやってみよう。そうだ、リアのピラーバーなんか赤色にしていたんですけれども、いまいちだったので赤と黒でやっていたのを、今度はオレンジ色と黒合皮を巻いてみよう。この布用の両面テープはよくくっつきますよ。安いのに16m500円ぐらいで売っていました。ということで、このように糊巻きのようにぐるぐると巻きます。そして押さえるだけ、めんどくさいんで間は重ねてしまいましたけどね。ジョイントは上の方に持っていけばあんまり目立ちませんよ。そして黒の糊巻きを両サイドにこのように貼りました。ちょっと隙間が空いたので、これは後でずらしときます。ということで、これを上にするとパッと見オレンジと黒でなんか昭和感、黒の車にアクセントワンポイント、リアはオレンジでこのように仕上げました。ええ感じに巻き巻きできました。昭和感満載なラゲッジルームの完成です。ワクワクワクブレッシング。内装のいろんな色を変えて内装リフォームするとまた違ったワークス味わうことができました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、よければチャンネル登録をよろしく。いや、ピラーバーの剛性感が見た目でより効いた気分が味わえる、見た目のプラシーボ効果ですね。きっと。